時々晴れでしょう。長野県中部南部と山梨県は晴れ、夜は曇りでしょう。新潟県は雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。はい、東名高速道路は集中工事のため渋滞しています。東名高速道路は集中工事が行われているため、上りは神奈川県の港北パーキングエリアを先頭に4キロ、厚木インターから東名川崎インターまでの所要時間は40分です。中央道の上りは国立府中インターを先頭に4キロの渋滞です。神奈川県の県道藤沢鎌倉線は鎌倉市手広6丁目で事故のため上下線とも通行止めになっています。群馬県の県道伊勢崎新田上枝線は伊勢崎市境下淵名で事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの古谷でした。ありがとうございました。この時間のニュース高橋がお伝えしました。密集を避け、お互いに十分距離を保ちながら体操しましょう。はじめはラジオ体操の歌からです。
5、6、7、8、1、2、3、4、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 5、6、7、8、1、
上げ伸ばし。
吸を整えていきます。1、2、3、深呼吸です。深く息を吸って腕を前で組み、斜め後ろに引く、繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日お元気で、ごきげんよう。この番組にも出てくださったことがある日本人宇宙飛行士の野口聡一さんら4人を乗せた宇宙船クルードラゴン、日本時間の今日午前9時半前にアメリカから国際宇宙ステーションに向けて打ち上げられます。